熊本市南区嘉和市にあります船着き場にやってきています。おはようございます。おはようございます。中継の太田裕樹と形でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはあの火災場なんですけども、とっても涼しいですよ。ね、風が吹いてますもん。そうなんですよね、風が吹いてます。はい、さあ我らがくまモンですけれども、はい、ちょっと呼んでみたいと思います。いきますよ、はい、せーの、くまモン。どこかな今日は。あらららら、ら見てください。わあ、すごい。おー、落ちないで。似合うね、似合うね。なんでも素敵な登場。平安になっての登場。気をつけてよ。初めてですね。よいしょ。おはよう。おはよう。おはよう。くまモン、おはよう。ございます。どうだった、ペイロンの乗り心地。最高。あ、いい風ね、浴びてね。実際にこの加瀬川では9月にペイロン大会も行われるそうなんですよね、はい、ぜひそちらの方もお楽しみに。そうですよね、はい、さて私たちがお邪魔してます嘉和市では今度の土曜日ですね、8月31日今年で6回目を迎えますお祭り、その名も夏だ夜市だ嘉和市にわっしょー、はい、わっしょい開催されます、会場はですね、あちら見えますかね、橋新町橋でいいんですけども、そのふもとのですね加瀬川グランドで開催されるんですが、おがち、抽選会が人気なんですよね。これ、商品がとてもすごいらしいんですよ、はい、その辺をたっぷりと紹介していきたいと思います。実行委員長の金井さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。金井さんの T シャツに注目でございます。はい、嘉和市 T シャツですよね、これね。嘉和市の尻 T と言われてます。尻 T と言われてそうですよ、これ。あ、この、はい、お尻、尻 T 違うんだよ。どうもすいません、ありがとうございます。いいですよ。あの、お祭りの名前から賑やかですけども、どういったお祭りになりますか。はい、今回で、まあ、6回目になりますけども、子供たちにですね、夏休みの最後のですね、思い出作りとしてですね始めさせていただきました。ですのでですね、にぎわいますね、はい、そうなんですよ。これ過去の映像なんですけどもね、たくさんの方がお越しになりますよね。はい、たくさんの方が来てらっしゃいます。舞台での催し物もいっぱいありますよね。はい、たくさんあります。子供が太鼓ですねしたりですね、ダンスしたり、たくさんのイベントがあります。うん、その中でも一番の目玉なのがやっぱりですね、抽選会なんですよ。はい、はい、そうです。抽選会の名前なんでしょうか。わっしょい引きです。わっしょい引きです。はい、わっしょい引きという抽選会なんですね。わっしょい引き、はい、これどういった抽選会なんですか。ですね、タオルをまず購入していただくんですけども、こちらになります。こちらタオルです。これがですね、限定2000枚で販売しておりますけども、これがまあ500円でして、このですね、当日この中の黄色の抽選券を持ってきていただきまして、でこの下のですね、半券を当日受付に入れる場所がありますので、ちぎって入れていただければ、はい、抽選会にですね参加できます。はい、抽選番号って書いてありますけども、これは限定ですか。この限定です。はい、2000まで数があります。はい、これ2000枚限定なんですよ、伊太郎さん。これ、はい、これあれですか、じゃあ事前に買うので、はい、2000人限定、2000人だけしかダメということですね。じゃあね、抽選会。そうでもないんですよ、ね、実はね、はい、実はですね、一人でですね、何枚買っても大丈夫です。いいんですよ、これいいんです。ということは、2000人以下ということですね、参加される方は。2000人以下です。はい、毎年10枚買う方もいらっしゃいますし、20枚買う方もいらっしゃいます。じゃあ当たる確率が上がる。そういうことなんですよね。で、何が当たるのかと言いますか、はい、まずですね、特徴から説明しましょう。持って言いますか。テンション上がりすぎですよ、お父さん。そのくらい今回の商品すごいんですよ。すごいんです。特徴がこちらでございます。じゃじゃん。じゃじゃん、これです。特徴、シンガポールペア旅行です。はい。200ですか。4日。すごい。200、4日ですよ。今ね、シンガポール人気ですよ。そうですね。今年人気です。はい。はい。さあ、そして1等が、東京ディズニーリゾートペア旅行です。これもいいわ。そして2等が、選べる温泉旅行ペア、2本あります。うわ、選びたい。そして
3棟がですね、子供が大好きな任天堂 3DS があります。ですよね。でまたですね、ぜひ川市ですので、川市の刃物屋ですね、そのちなんだ景品もですね、準備してますので、よろしくお願いします。もう本当豪華な商品ばかりなんですけども、はい、花さん、なんでこんなに豪華な商品なんですか、これ。もちろんたくさんの人に来ていただきたいんですけども、やっぱ松に来ていただいた方がですね、喜んでいただけ一番ですので、なるほど、こういう形を取らせていただいてます。はい、ただですね、こちらの抽選券買わないと参加できないんですよね。ですよね。これどこで買えるんですか、これ。はい、ですね、川尻にありますけん玉さん、そして林酒店、それからガトアンリー、そしてそこにあります熊西の販売所ですね、川尻の、私のお寺浄世寺でも売っております。そうなんですよ、金井さんはですね、はい、お寺の副住職なんですよね。あ、はい、そうですか。よろしくお願いします。ね、お願いいたします。あの2000枚限定なんですけど、まだありますか。はい、まだ若干残ってます。やった、約300ぐらい残ってるって話を聞きました。早めですね。くまモン、なんでどこで、なんで抽選券だけ取ろうとしたら。くまモンもちゃんと買ってくださいね。よろしくお願いします。まだ300枚ぐらいありますんで、早めにね、購入してください。購入してください。まあそんな抽選会楽しみなんですけども、当日ですね、子供たちも楽しめる催し物もたくさんあるんですよね。そうなんですよ、やっぱり夏祭りといったら、かき氷ですよね。かき氷、はい、はい。ただですね、食べるだけじゃないんですよ、今回。そうなんですよね。はい、早食い大会をします。はい、そうなんですね。これどんな方が参加できるんですか。はい、小さい園児からですね、小学生、中学生まで参加できます。当日は大人の方もですね、参加も考えていますので、はい、お願いします。ということでやってみましょうか。少なめなんですね。かき氷早食い競争、ね、うん、そうだそうだ。くまモンも応援してね。さあ行きましょうか。これ子供限定の、はい、早食い競争でございますけども、ね、子供たちに集まっていただきました。ね、はい、これ当日の受付になりますよね。はい、そうです、当日受付になります。さあ、かき氷好きな人。はい、みんな大好き。だいたい予想タイムどのくらいですか。30秒切れば優勝と思います。なるほど。尾形さん頑張って、ね、頑張りますよ、ね、頑張りますよ、子供たちに。負けないように頑張ってもらいましょう。大人げなくいこう。頑張りますよ。かき氷早食い競争、よーい、始め。というかこういうの、ね、さあ始まりました。勝負ごとはね、やっぱり、ね、負けたくないっていうね、子供たちがどんどん食べています。先導精神がね。さあ、小笠さん苦しい表情ですね。小笠さん本気で言ってください。本気で言ってください。知ってますよ、氷ですから。さあ、誰が一番早く食べることができるでしょうか。小笠さん休まんで早く。食べ終わった方、手を挙げてください。なんか口から出てますけども、気にしないでお願いします。お母さん、休まんで早く。尾形さん、頭が痛いです。何を美味しくいただいてるんですか。大丈夫でしょうか。はい、終わりました、この子、食べ終わりました。早っ。ちょっと、顔大丈夫ですか。どうだった、食べてみて。冷たかったです。笑顔が、ね、冷たかったですよね。まあ、当日もね、頑張っていただきたいと思いますけれども、金井さん、ちなみに優勝しますとどんな商品もらえるんですか、これ。はい、今回、まあ、素敵な商品を準備してますので、はい、参加よろしくお願いします。ね、当日受付となっております。当日の10時です。よろしくお願いします。お願いします。当日頑張ってね。はーい、小笠さん、お願いしますよ。えお願いしますよ。お願いしますよ。やっぱりこれ冷たいんだってですよ。氷だから冷たいっちゅうのだから。いや冷たい。江戸さん、はい、すいませんでした。大丈夫ですよ、頑張っていただきました。はい、さて中継の後半なんですけれども、はい、川尻名物の面白い踊りや、はい、美味しいものをご紹介したいと思います。お楽しみに。